H 型車両の車内。写真は、クロスシート試験車のものである H 型電車は、ベルリン地下鉄 U5U9 において使用されている電車である。大型規格の各線で使用する次世代車両として1994年に開発された。本形式は固定編成を組み、編成内の各車両の間には常時開放の貫通路が装備されるなど、デザイン面のみならず、 機能面でも新規軸を盛り込んでいる。全社が6両固定編成を組む。1995年に試作車2本12両が製造された後、1998年から99年には24本144両、2001年には20本120両の量産を経て、現在6両編成46本、計276両が在籍している。なお、 これらの車両の年次について、それぞれ H95、H97、H01 と呼んで区別している。大型規格車両としては、初のオールロングシートとなった。一部座席は自転車、車椅子の搭載が可能なように、折りたたみ式となっている。1200mm 幅の貫通路を、各車両間に設けており、これ以前のベルリン地下鉄の車両の非常用、貫通路とは違い、 乗客が平常時においてもいつでも利用できるようになっている。貫通路上部にはパターン式表示器が取り付けられており、次の駅、行き先、路線名、時刻などを案内する。12本がブリッツ南建築、34本がフリードリヒスュフェルで検築に配置され、それぞれ U6 から7、U5、U8 から9で運用されている。増備は、 小型規格用の HK 型も含めされない見通し。現在、I 型電車の計画が進められている。ありがとうございます。